お願いいたします。おはようございます。私の方はありません。朝日新聞の南です。昨日成立をした原子力の規制委員会の設置法の目的にですね、安全保障に資するという文言が盛り込まれました。同時に改正された原子力基本法にもそういった文言が盛り込まれ、追加されたわけですが、これによっての軍事転用につながるんじゃないかという、そういう懸念の声も上がっていますが、その法を運用する、政府としてこの文言が加わったことに受け止めと、今後の運用をどのようにお考えなのかについてお聞かせください。それは誤解だと思います。政府ないし我が国の原子力の平和利用の原則、非核三原則の堅持はいささかも揺らぐものではないし、政府としても何か軍事なんとかの転用などという考えは一切持っていません。から委員会審議の中でもこの提出者、法案提案者からの答弁もしっかりとそういうことに触れているとは思います。必要なら今答弁は言いますが、簡単に言ってしまうと、改正後の原子力基本法第2条1項において、従来通り原子力利用は平和の目的に限定すると規定されており、今般の改正によって軍事利用に道を開く可能性が生じるとの指摘は全く当たらないという、これは答弁ですが、これは提出者の意思ですよね、ということであります。はい。ちょっとその関連になりますが、昨日のその提出者及び細野大臣がその安全保障とした文言について、主には核拡散をしないという意味だという形で、核物質の不正転用とかそういうものを防ぐというところに力点を置かれているんですが、英語で訳した場合、その安全保障のセーフガードという、セキュリティというよりもセーフガードという意味合いが強いことを強調されているんですけど、この点について魔法の文言をですね、また再度修正をしたりとか、もしくはその魔法自体は変えないにしても、こう政府の運用にあたってこう何か歯止めをかけるというようなことについてお考えでしょうか。これは我が国の安全保障に資するとの文言は、核セキュリティや保障措置、核不拡散の取り組みが我が国の安全保障に資するということを踏まえて、で原子力規制委員会が原子力安全規制、核セキュリティ及び核不拡散に関する保障措置の業務を一元的に担うことになる、との観点から加えられたものだと、そういう多分答弁であり、細野大臣もそういうふうな趣旨でおっしゃっていると思います。これ累次法案提出者からもそういう答弁がなされているということです。いずれにしましても、我が国はいわゆる NPT 上の非核兵器国として、また非核三原則を堅持する立場からも、今後とも平和目的に限定した原子力利用を進めていくと、このことに何ら変わりはありません。はい。NHK の徳丸です。運転再開に向けた準備が進められています大井原発のことでお伺いします。トラブルが生じていたので、半日雇用しなかったということで、国民の不信感を招く形になっていますけれども、政府たちの求めと、あと今後 の対応を何かということがあるのか。ちょっと事実関係を申します。19日21時51分、大井3号機において発電機内を循環している冷却水を一時的に貯蔵するタンクの水位が停止したことを示す警報が鳴ったと。で、その後21時55分には水位が回復したことによって警報は消灯した。で、これは現時点では発電機は運転していません。もともとタンクの水位が低かったために、ポンプ等の起動により一時的に水位が下がるなどしての警報が発生したものだと、そのように推定されています。そのため、大井3号機の安全性について何ら問題があるということではなく、また再起動工程に影響するものではないと考えています。ただこうした情報を迅速に公表できなかったことは遺憾であり、で牧野、現地に入ってますが、牧野経産副大臣、特別な監視体制のキャップだと思います、からは
大井発電所の特別な監視体制メンバーに対して改めて情報共有を徹底し、個人でだけで判断しないこと、そして十分にプレスへの対応を実施することなどが指示されたということでありました。まあ、今後ともこの特別な監視体制の役割を十分認識して、情報の迅速の提供も含めて対応していただきたいと考えています。はい、指村みなみです。会見の前に長官のところに防衛次官が入られていらっしゃったと思うんですが、はい、どんな打ち合わせを。人事案件です。閣議人事案件ということでした。オスプレイの話とかは全く事務次官からそういう話は全くなし、もう短い時間、閣議人事案件のことでした。どうぞ。よろしくお願いします。昨日東京電力から社内事故調査報告とか公表されました。内容的にはですね、政府批判に終始した感があるわけですが、受け止めようですか。東電第一、福島第一原発事故における対応について、今は国会事故調が調査中、さらに政府事故調でもさまざまな今検証が行われているところであります。まあ、こうした検証結果を踏まえて事故時の対応について政府は万全を期していくと、まあ、これはいつも答えていることであります。で、昨日の報告書というのは、まあ、これは事故の当事者の立場ということで、東電が事故原因あるいは再発防止策について取りまとめられたということで、さまざまな検証が行われている今現在、政府としてはこの東電の調査については今現時点でコメントを控えたいと思います。はい、共同通信の滝と申します。一旦対策のアンケートの関係でちょっとお伺いしたいんですけれども、党内の事情で採決日程が遅れたということに関して、その採決の遅れに関して直接その採決前にですね、事故を当初に対して総理の方から説明するという必要性についてはどういうふうにお考えでしょうか。採決日程が当初の予定から遅れたことに関して、そのことは報道もされていますが、何かお詫びをされたというふうに私は聞いていますが。いや、もうそれ以上のあれは必要ないというふうに。はい。はい。フジテレビの木村です。関連ですけども、これまで総理が目指すとおっしゃっていた、その21日の歳月が実際できなくなったということについてですね、長官はどうお考えですか。まあ、今の話の関連ですよね。はい。21日を目指して、これは国対委員長も、最大限努力をしてこられたわけですが、やはり物理的な問題と、それはそれで今としてもう今日21日ですから、まだ新たな2法は昨晩出されて、まだ付託もされてない状況ですから、やっぱり物理的には無理だとは思いますが、まあ、ただここから何日も延ばすとかそんな話ではありませんので、まあ、許容範囲と見ていただくしかないかと思います。今許容範囲というふうにおっしゃいましたけれども、例えば石原幹事長、自民党の石原幹事長などがですね、その21日という日付をその総理をおっしゃっていかなきゃいけなくなったことについては、そんなに総理の言葉は足りるのかということもおっしゃってますけれども、まあ、そのことはさっき申しましたように報道もされてますが、まあ、それはそれぞれ電話なりで事情説明などは総理からしていると聞いています。NHK のところです。一体改革の関連で、採決に向けて、自民、公明、民主党3党で、話し合いが行われていますが、一方で、その足元の、民主党内、依然、反対の人たちも多くてですね、中には新党という情報が、分裂含みになってきていますけれども、長官としてどう見られているかというご認識を伺いますか。まあ、昨日、党の方では、すでに決定した案件ではあったけれど、まあ、さらに丁寧にさまざま意見を受ける機会、それも代表である野田総理が出席して、それなりの時間を取って行われたということですので、まあ、この一連の経緯を経て、党が一丸となって、採決に臨んでいただくと、まあ、こういうことを期待したいと思います。
昨日総理も党を割ることは毛頭考えていないということでおっしゃいましたけれども、その割らないため の, その、まあ、説得なりその、まあ、努力をしていくか、どういう形でやっていこうかもしれません、まあ、今日までの手続き等が一連の経緯だとは思います。もちろんまだ採決が日が今決まってませんから、それまでの間もさまざまそれぞれの部署において努力をされると思います。はい、日経新聞の方です。社会学の関連なんですが、今日採決の、まあ、先ほど長官許容範囲という言葉を使いになられましたが、今民主党執行部は26日の採決ということを伺いしてますけれど、一方で自公は22日に採決というふうにおっしゃってますが、長官としては許容範囲というのは26日まで含まれるというふうにお考えですか。これは国会で採決をどうするかの話なので、まあ、政府としてはそれを見守るということではあります。はい。すみません、NHK の丸です。国会の延長幅のことをお伺いします。79日ということで、昨日、打診を与党にされたということですけれども、自民党、公明党などは、お盆前にという情報も発信されてましたけれども、まあ、それを上回るその、やや大幅な延長幅にしたことについて、その狙いについてはどのように狙いですか。国会の延長については昨日もお答えしましたように、今国会に提出されている主従の法律が基本的にはやはり全部審議し、まあ成立させるというのが政府の立場ではあります。で、まあ、そういうことをこれは国対の方で様々日程スケジュールを立てられた上でのその会期延長幅であろうと思いますので、まあ、政府から何日間とか言うべきこれ案件ではないんで、まあ、国対のご判断だと思います。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございました。